何これ。こんなことっていいの朝から。じゃあメール行こうか。はい、メール紹介していきましょう。今日の1通目、おはようございます。又吉さんと FM ギノの山内さん、今日もリスナーのため寝苦しい夜にもかかわらず夜明け前に目覚め、早朝からのご出勤お疲れ様です。今日もおかしな銀のトロンボンです。ありがとうございます。今日7月5日は名護の日ということで、今日のテーマ、もしも願いが必ず叶うという内出の短冊に、何内出の短冊、何の願いを書くですか。自分ならパラレルワールドを行き来したいと書きたいです。人生の分岐点で違う選択をしたらその人生が歩んでいるという、人は生まれてからたくさんの分岐点を通しているから、たくさん枝分かれしているかもしれないし、枝分かれを何かしていると他から来た選択肢とつながっていたりとかもするかもしれないし、いろんな意味で興味深い。2人はあの時こう、あの時向こう側を選んでいたら今頃どんな人生と考えたことないですか。リクエストもありがとうございます。あー、わかる、わかる、これめっちゃわかる。私はね、高校かな、高校一回落ちたって前言ったじゃないですか。そうなの。最初落ちて、でその後に私立とまた二次で募集で受けたところがあったんですよ。一応私立も受かったんですけど、結局こう二次で受かった、県立の高校に行ったんですね。あの時私私立に行ってたらもう今の友達もいないし、その代わり他の友達ができたかもしれないけど、おそらく大学に進んでなかったかもしれないし、今もこんなしてここにいなかったかもしれないし、他のことに興味があっただろうなとかって思う、うん、とかでね、選んでよかったなと思うのは、大学入ってしばらくしてまた琉球舞踊に通い始めたこと、これは行ってよかったなと思いましたね。でこの大学3年生の時に今のままじゃダメだと思っていろんなことに手伸ばしたんですよ、それが多分正解だったと思いました、私は。でもなんかあの時戻ってちょっと違うチョイスやってみたいなと思いますけどね。でもまた今に戻りたい私は。うん、前向きな言葉ですね今の。素晴らしいね、朝からいいね、すがすがしいね。いい感じじゃない今日ね。よかった、天気もいいし、またよしみの咲いてるよ。咲いてる、咲いてるね、咲いてるね。よし、ということで銀のトロンボンさんリクエストありがとうございます。かけちゃいましょう。あー、やったー。アーティスト名がビレッジピープル、曲名 In the Navy。いいね、分岐点。分岐点っていうテーマも面白いんじゃない。いいですね。ね、リオンさんもスポーツ大会来てくれたんだよな、ありがとうございます。楽しかったですか、楽しめましたか。39ってすごいって言われた。片手でも取りやすさ、俺だった。セミの BGM 聞こえてる。やっぱそうなんだ。すごい、すごいよね、セミの声。本当に何匹いるんだってぐらいすごい入り口のあの木の方から、ね、きっとその下にある土からいっぱい出てるんだろうなと思って。あ、ここも多そうですね。ここもじゃないの、でもこの道沿い多いよね。やっぱそうなんですか。うん、セミ、那覇めっちゃ快晴。那覇とかセミのことしてないんじゃないか。
輸送頻度は72時間制約に移行する。チャラ男が来たよ、チャラ男が。このヘクトパスカル、中心気圧のヘクトパスカルは数字が高い方が低い方が強いですよね、やっぱり。今何？今が980ヘクトパスカル。あ、もう全然弱いね。で、沖縄に近づいてくる週末が非常に強くなってるでしょ。800ぐらい。945と935。ああ、強いな。サルさん、那覇もセミの音するんだね。そうなんだ。チャラ男はチャラいの。どうしたの AKB ファンさん。前は AKB の写真だったのに。チャラ男だから。なんで、しかもなんでこの写真にしたの。面白いね。面白いね、うん。ニュースですよ。はい。飲酒運転疑いアメリカ兵逮捕。沖縄省は4日、酒を帯びた状態で車を運転したとして、アメリカ軍嘉手納基地所属で2等軍曹のクリストファー・アーロン・プラット容疑者を道路交通法違反容疑で現行犯逮捕しました。元アメリカ海兵隊員による暴行殺人事件を受けたアメリカ軍の飲酒規制が6月28日に緩和されて以降、アメリカ軍人が同容疑で逮捕されるのは初めてです。大変だね。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。飲酒運転疑いアメリカ兵逮捕。沖縄署は4日、酒を帯びた状態で車を運転したとして、アメリカ軍嘉手納基地所属で2等軍曹のクリストファー・アーロン・プラット容疑者を道路交通法違反容疑で現行犯逮捕しました。元アメリカ海兵隊員による暴行殺人事件を受けたアメリカ軍の飲酒規制が6月28日に緩和されて以降、アメリカ軍人が同容疑で逮捕されるのは初めてです。続いてこちらも沖縄タイムス総合面からです。上与那原リオパラ内定。パラリンピックの陸上競技を統括する国内3団体は4日、リオデジャネイロ大会の日本代表に内定した36選手を発表し、車椅子 T52 クラス 1500m で沖縄市出身の上与那原寛和選手が入りました。2008年の北京大会から3大会連続の出場になります。続いて琉球新報総合面からです。私の一票、未来作る。10日投開票の参院選に立候補している幸福実現党新人の金城、自民現職で沖縄担当省の島尻、無所属新人で元宜野湾市長の伊波を招いての立会演説会と模擬投票が4日、那覇市の同校で開かれました。選挙権年齢が18歳以下に引き下げられた公職選挙法の改正で、今選挙から投票権を持つ一部の高校3年生を含む全生徒が耳を傾けました。質疑応答では、基地や経済の課題などについて、各候補が生徒からの質問に熱っぽく答え、沖縄の未来を提示しました。
おしまいに、琉球新報社会面からです。アメリカ軍、深夜騒音苦情増え68件に。アメリカ軍普天間飛行場を抱える宜野湾市に6月に寄せられた騒音に関する苦情は68件に上りました。市が基地被害110番を設けた2003年以降、最多の100件だった15年10月に次いで2番目に多く、6月としては最多となりました。特に午後10時以降の騒音が目立ち、市は6月16日に沖縄防衛局を通じて訓練内容を問い合わせ、騒音を控えるよう求めました。アメリカ軍は翌17日、夜の時間が比較的短い夏場は飛行訓練は夜間に開始しなければならないと回答しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。ATV ファンさんがケンさんチーズってじゃないバーテンケンシロウさんのしかもケンシロウさんチェースってちょっとこっちの方がなんかあれだね、チャラ男っぽく感じるね。ね、うん、作業員の人が準備体操してる。本当だ。チラランジュ体操したら？ねえ。はい、チラランジュ体操です。さあ皆さん、体操して今日も一日頑張っていきましょう。キリッツ。疲れてますか？じゃあ、リクエスト来てて、はい、このラジオネームが分からんなと思って。お、次の2つ目のやつですか？うん。あ、これ沖縄らしいのっていうから、海ぬるかなだーかっけよね。あ、懐かしい。なんだっけあれ、パーシャクラブ沖縄市かな、まあ、いっか。なんか体がいってお馬鹿選手動いた？選手動いてない？多分動いてない。あ、なかなかもな。多分。はい。動いてないと思う。じゃあ、いくよ。体動かして初めて気づいた。私今日体痛い。ファミーノ、ファミーノ。
ラジオ体操終わってる。あ、違う。今これじゃない。時刻は8時2分を回っていますよ。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニングエイト火曜日担当のミーノが生放送でお届けしています。イエイイエイ。8時台入りましたよ皆さん、おはようございます。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマ、お、ちょっとエコーが面白いですね。今日のテーマは最近緊張したことです。ありがとうございます。いや、なんかエコーがちょっと面白く感じました。エコーだね。最近緊張したこと、なんでこれにしたかというと、実は先週私、沖縄県の旅行会社ジャンボツアーズというところでキャンペーンガールを1年間させていただいたんですが、先週をもちまして卒業となりました。1年間長いようで短かったですね。この卒業の日に合わせて自分たちで歌を作りまして、うん、曲に歌詞をはめて踊ってマイク握って、アイドルか、もう気持ちはアイドルでしたよ。皆さんありがとうございましたみたいな感じでねやったんですけど、なんで曲を作ったかっていうと、みんなでちょっとカンボジアの方に行って現地の人たちと交流とかした時、帰ってきて、あ、出会いっていいねって、旅行ってやっぱりいいよねってみんな思ったので、じゃあ自分たちにできるように何か形で残そうということで歌を作ることにしたんですね、うん、すごく他に聞いてくれた方が、ね、気に入ってくれてよかったよって声かけてくれて嬉しかったんですけど、やっぱりマイク片手に踊って歌うって今までやったことないから、ものすごい本番直前緊張して、それまで全然緊張しなかったのに直前になってから手汗半端なくて、もうマイク滑り落ちるんじゃないかっていうぐらいでも楽しめたのですごい良かったなと思いましたね。皆さんもこんな感じで最近緊張したことあったら教えてください。もちろんお前つかないなーっていう時も何でもいいですよ。メッセージお待ちしています。797@fmginoan.com 797@fmginoan.com に送ってきてください。よろしくお願いします。また FM ギノンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。そしてこのネットでチェックしていただきますと分かりやすいんですけど、なんと FM ギノンの公式アカウントの LINE が登場してますの で、うん、そうですね、皆さん登録よろしくお願いします。お友達になりましょうね。登録する、ホームページに行って LINE というボタンがあるので、緑のポチッと押すとアプリにつながります。友達、パソコンで私やってないのでちょっと分からないんですけど、すみません、お手持ちのスマホでまずは試してみてください。すいません、よろしくお願いします。パソコンでやる場合は多分 LINE の ID だとかそういうパスワードを入れないといけないと思いますので、LINE でね、皆さん FM ギノアンと友達になってください。この後モーニング8、お天気、道路交通情報をお届けします。そしてミノリズム、その後にメッセージ紹介して突撃朝ごはん教えてのコーナーありますよ。今日は誰につながるのかお楽しみに。それでは行っちゃいましょう。シアチップスリル、みんなに認めていてコメント書くのそれか仕事始めようかな、暑いから嫌だなってなるわな。なんでだろう、暑いと、ん、暑いと、もうだるくてやる気が失われる。マジ？寒い日はそんなことはないのに。そう。寒かったら寒かったでやる気が失われる。うわ、寒い、動きたくない。暑いとやる気が失われる。ちょうどいい時も、ちょうどいい時で仕事をしたくなるさ。沖縄県民。したくなくなるさ。沖縄県民。どっかドライブ行きたくなるから、もうどうしようもないよね。ないね。でもわかるわな。
ばっかり言い合ってもどうしようもないですよ。そんなこと言わないでください。いやでもこんな暑いのに大変だよ本当に。外でやる人とかはさ、ね、私は室内だからまだいいなと思うけど、ね、外いるだけで体力汗かくし、うん、また太陽の下ってなるとさらにね、うん、でも晴れてないとできない仕事もあるもんね。うん、大変だよ。頑張れみんな台風になったら来てよ。はい、台風になったら来てよ。台風特番やろ。え台風特番。待って待って、この辺ボーッとする。怖い怖い。5時間後なんか飛んできたら言われたらもう終わりですね。それやったらもう何でも終わりだよ。スタジオかガラス張りって珍しいですもんね。うん、ちょ台風対策も考えてはいるよ。そうなんですか。飛んできたら、うん、怖いね。怖いね。今年はなんか大きいの来そうな予感するんだよな。そんなこと言わないでください。身の予想。時刻は8時10分を回りました。 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車、あ、失礼しました。どうしたミノ。すいません。まずは沖縄地方のお天気からですね。7月5日、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れており、にわか雨の降るところがあります。一方台風1号がフィリピンの東を北東へ進んでいますということで、少しここで台風のお話情報をお伝えしたいと思います。台風1号がですね、今現在中心の気圧が980ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は現在30メートルで、最大瞬間風速が45メートルとなっているんですけれども、気になるのが今週末ですよね。週末、まず7日の金曜日、強さが非常に強いというふうに変わってますね。そして沖縄の南に位置します。中心気圧が940ヘクトパスカルということで、その次の日の8日土曜日も同じぐらいの勢力を保って、北西に進んでいくということですよ。気になりますねこれ、うん、ちょっとでもこうね方向が変わると、うん、来るね、うん、すぐ沖縄の方に入ってくるんじゃないかなと思われますが、皆さん今週末もし外お出かけするって考える方はちょっとプランを変えた方がいいかもしれないですね。うん、そして今日のお天気引き続きお伝えします。今日の降水確率、朝6時からお昼12時までが 10%、 その後は 20% と低いですね。日中の最高気温34度ですよ。水分補給こまめにとってください。南東の風のち東の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。宜野湾市上空晴れてますね。す
すっごい気持ちいいです。水色の空も見えて、雲がポツポツポツとありますよ。眩しいぐらいに青々とした芝生が元気に生きてますよ、芝生たちが皆さん本当に水分補給ちゃんととってください。以上、お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは、事故車の情報からです。沖縄自動車道下り金インターチェンジ付近で事故車があります。金インターチェンジ付近事故車があります。そしてあと一つ、沖縄自動車道上り龍大バス停の方で事故車です。龍大バス停の方で事故車がありますよ、注意してくださいね。そして渋滞情報です。西原インターチェンジ付近、こちらが上り西原インターチェンジ付近上り渋滞が発生しています。そして那覇インターチェンジ付近下り渋滞が発生しています。そして規制の情報です。沖縄自動車道上り汽車場スマートインターチェンジ、こちら工事中のため規制がかかっています。そしてあと一つ多いですね、沖縄自動車道下り金インターチェンジ付近故障車があります、注意してください。そして一般道路をお伝えしましょう。さっきものすごいカラフルな一般道だったんだけど、この時間もしかしたら、あ、やっぱり渋滞が増えてるよ沖縄自動車道南行き、違う国道80、国道58号線南行き王者なからぐすくままで、もうずっと渋滞が続いてますね。南行きはいつもこんな感じですよ。そして前原から王者のこちらは上下線とも混んでますよ。そして先ほどもお伝えしました330公営から古島まで、330公営から古島まで工事中のため規制がかかっています。一車線規制ということで、この時間のこの規制うわー今日恨む人多いと思うよ。皆さん本当にゆとり持ってくださいね。あの無理な運転はしないようにお願いします。朝をハッピーに過ごしましょう。以上、道路交通情報をお届けしました。大変だな本当に、私絶対通りたくない。これ330までたまにやるさ、植栽工事でやってますね。一車線、はい、あれだよこれ、もう一回、はい、メールね、はい、3つぐらい行こうか、はい、メッセージ紹介していきましょう。みのちゃん、はじめまして、夏至入りで夏恋、何これ、夏恋バラエサリ、なんだっけな、なんだっけな、後で調べていいですか、うん、すいません。そして祇園始まりの今、ミノのぬくもり感じてファンキーにグルービーにスイング修正チェキラー R&B だぜっておはようございますということで、鹿児島大払い、鹿児島大払い、名護市、これ名護市大払いって呼ぶんですか、名護市の払い去り、そうなんだ、名護市の行事の名前、名護市、夏の越す、うん、あ、夏を越すってこと、名護市へえ、そんなのあるんだ、え、でもまだ夏越さないよね、あ、言わない、え、ダメですかこういうの、言わない、ダメそういいね、祇園奏者の彼の声って感じ、うん、うん、いいですね。リクエスト曲も沖縄市一曲聴かせてください、沖縄にハマってます、勉強のためですって言ってますよ。メッセージ はじめまして、昨日も言いましたが沖縄親子水入らず旅行以来沖縄にハマって、沖縄のあらゆるカラーの歌教えてください、ラジオでの沖縄の旅行を楽しみます。ポット魔法瓶、これがラジオネームかな、かな、ポット魔法瓶さん、うん、いいね、沖縄の曲いっぱいあるよ、有名なアーティストが歌ってる曲も、サザンが歌ってる、あ、平和の龍華っていう歌も あれもね、いいですし、あれかけるかじゃん、うん、いいけど、どっちでもいいよ、探しておくよあとおすすめって言ってもあるんだけど、今年25周年だったかな、デビュー25周年を迎えて、ライブも終わりました、ディアマンテス、
沖縄の人はもうディアマンテスさんの歌聞いたらもう踊り出しますよね。勝利の歌を歌おうよって。あ、それやる？どっちでもいいよ、もう何でもいいよ、沖縄の新曲だったら。もううっちさん選んでください。はい、これ OK。あと女性らしいゆったりしたのがいいんだったらねえねえず。いいですね。っていう感じで、うん、後でこのリクエストにお答えしますのでお楽しみにしていてください。そしてお次紹介しましょう。ネームギマですよ来ましたね。はい、おはよう、みーのネームギマですよ。今日のテーマ、最近緊張したことといえば、みーのにメール読まれた時かな、緊張するよってありがとうございます。やっぱり緊張する、緊張する、メール読まれたら。私はラジオが好きで聞いてる時期があったけど、その時にメッセージ送ったことがないんですよ。あ、だからこのメッセージ読まれる感覚っていうのがなんかもうなくてドキドキするとかそういうのがないんですよね。もうやっぱりドキドキするのかな、ドキドキするんだ、緊張するんだ、なんで緊張するんだろう、こいつうまく読んでくれるかなって、さっきみたいに漢字かまないかなって、盛り上がるかなごめんね本当にでもギマさんいつもメッセージありがとうございます。このギマですよっていうのがこの紹介のね、私いいですよねギマっていうラジオネームじゃなくてギマですよっていうネームって私は思ってるから含めてね、はい、いつもありがとうございます。そしてさっき紹介しましたよ、議員のトロンボンさん、今日2回目のメッセージありがとうございます。おはようございます、みーのさん、あのうちーさん、今日のテーマ、最近緊張したこと、そうですよ、これがテーマですよ分岐点じゃないよ。でも分岐点なんかいい感じだから来週のテーマにしようかねってさっきうちーさんと話してましたうーん、1月ない2月ない3三日月は今日じゃないって、やっぱりないや、最近緊張感なくてだらけてる緊張感ないんだ、そっか、ない時もありますよね。でも私緊張する時って日常でも結構あって、っていうのも昨日私洗車してきたんですけど、あのセルフでできる洗車ね、ガソリンスタンドに行って、あれ私緊張するんだよね、なんで車の中でじっとして目の前からもうなんか大きい機械がくるくるってなんか巻いて、もう迫ってくるじゃないですか、怖い、ゴーってこの車内に音が響く感じ怖いし、怖い、一回この水が漏れて助手席に水漏れてこう入ってきてたので、それもあってなんかこう気にしてしまう、怖い、どっか空いてないかなとか。で昨日に至ってはエンジンもちゃんと切ってるのに、なんか風を感じてあれなんですよね、あの水でバーって流した後にこう風で乾燥させる時に多分この外からこう、しかもエアコンの方から入ってきたんですよ、違う違うやばいやばい、うちさんがやばいって言ってるけど、なんかいる、なんかいる、いない、あんな狭い車内にいたら困る、本当にいる、本当に誰が、うん、女の子、うん、おっさんやめてほしいね、それ一番やめてほしい本当に、うっちーさん最近見えるとか言ってたからさ、ちょ近いうちに私考えてたのは、まあ、ちょっと前もやったけどゾッとする話、夏だしねやろうかなと思ってました。でその時はちょっと私も怖い話持ってこようと思ってるので、朝だけどみんな聞いてねって感じですよこれだけで怖い、もうその日はもうめっちゃエコー飛ばすからねうちさんよろしくお願いします。皆さんもずっとその話考えててくださいよ、温めて私に送ってきてくださいね、うん、待ってます。ということで先ほどメッセージがありました、多分ラジオネームがポッと魔法瓶さん、沖縄の歌が聞きたいということでお送りしましょう。パーシャクラブ海の彼方。
いいねこれいいよね。次なんだろう。今日は何の日？忘れてた。夢中だった。ちょっと言いますよじゃあ。そうだね。まあいいんじゃない？あいいんすか？うん、いいんすか？がっつりやってもいいと思う。何かなた。あベイスターズ来るんだ。いつ？分からん。懐かしい海ぬかなた。めっちゃ懐かしい。おはようございます。はじめまして。埼玉県新崎。新崎って呼ぶんだ。かっこいい名前だね。新座市、ね、これ C だろ C。私こういうところあるからさ。あるよね。うん、あれでしょ、賢く見えるでしょ、私って見える、うん、少し全然違う、全然違う、わかる、バカなだけで、じゃあ、賢くというか、こう、しっかり者に見えるわけよ。あー、全然ですね。意外と天然だからな。そう、天然っていうか、ただのバカなんですけどね。いや、天然だからね、意外と。ただそうか。笑える天然だったらいいんですけどね。笑えないの。かわいいなとかっていう天然ならいいですけど、なんもない。リーナの彼氏はかわいいなって思ってるみたいよ。友達。いやいや、結婚式は親族の席に座らせませんよ。いいよ、じゃあもうどこでも。朝からお疲れ様です。真ん中でもね。リーナ進路、俺そこかい。会場の真ん中じゃないかい。大丈夫、大丈夫、びっくりだわ、もう世界ニュースなる。大丈夫、大丈夫、びっくりする。 ABC ニュースも多分行きますよ、取り上げますよ。3人で結婚式。ラジオネームは来てるよ、長野ドットノムさんって。そうなんだ。うん、さっきの返事できてるんですか。うん、一番上。あ、ほんとだ。何だったっけ。名護市で名護市の大祓いってさ、その普天間神宮でもやってるわけ。名護市の大祓いって多分夏越すための払いだはず。あ、越すための。そうそうそう、名護市祓い祭り。なんか神社の雰囲気っていいよね、こういう内地のこの感じ。うん、かっこいいよな。私やってみたい旅行が、うん、有名じゃなくていいから、うん、田舎の神社回って、うん、神社のお祭り行ってみたい。あ、いいね。あの真ん中に通路があって両サイドに屋台があって、いい、ね、その通路が神社に通じてるっていう祭りに行ってみたい。憧れるよな、うん、じゃあ、何の日軽くやって CM 行きましょうね。はい、お知らせもですか。お知らせも。いきますよ、はい、ということで沖縄手帳から今日は何の日ということで紹介しましょうね。今日は7月5日、旧暦の6月2日です。満潮時刻朝の7時13分過ぎましたね。そして夜の8時25分、干潮はお昼1時54分となっておりますよ。今日は先ほどもメッセージにありましたね、名護の日、うん、パイロット訓練飛行場下地島空港を開港だとか、
こういうことがあったよってことで便利ですね。沖縄手帳こういうの書いてくれるのは本当にもっとね書くところも広いから書き込みたくなりますよ。これ FM 技能のものなんですけど、私も一応個人で持ってますからね。皆さんもあー手帳買うの忘れたなとかっていうのがあるんだったら今から買ってもいいし、来年絶対沖縄手帳は手に入れておいた方がいいと思います、はい、強く言っておきます。その通り、はい、そしてお知らせなんですが、横浜 DeNA ベイスターズを応援しよう無料ということで7月8日金曜日に那覇市にて開催される読売巨人軍ジャイアンツ VS 横浜 DeNA ベイスターズ戦のパブリックビューイングで横浜 DeNA ベイスターズの応援をしませんかということで来てますよ。これ開催場所がイオン那覇店1階、待ち合わせ広場とユイレールオロク駅2階、連絡通路直結ということで連絡来てますけれどもさ、素晴らしいよ、いいね、宜野湾市応援しましょうよベイスターズ、はい、はい、皆さんチェックしてください。以上、菜の日をお伝えしました。電話、電話の後ミノリズム、はい、電話大丈夫？大丈夫です。台風やだな。台風大変ですね、うん、でもさ台風の夜は楽しいわけよ本当に。あのなんだっけ2時間ぐらい3時間ぐらい特番ダラダラやってから一応お休みになるから、はい、番組はで、うん、台風情報に切り替わるわけさ、はい、それでうーんできれば来ないでほしい。沖縄に神社によるやってん的なのはないんですよ。あれだけしかない神社の周り、ね、なんていうかな、あんまり雰囲気がないわけ、うん、運動公園とかでやりますよねはちおさん、はちおさんおはようございます。あれかな、年明けの時だけかなね初詣そんぐらいで祭りはね、神社とかそういうところの祭りは年明けぐらいかな。AKB ファンさんは休みじゃないんじゃない、台風来ないでしょじゃあなんかリスナー特番やるんですよ小座で。あ、そうなんですか。リスラジ4時間やるってよ。へえ、AKB ファンさんも来るんですか。うん、すごい。みんな会いに来たよ、ゲスト。何土曜日何時からですか。1時。1時はい、バナバナということで始まりました。このコーナーは FM 技能のスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画です。さて今日は私の友達、大学の時に同じ学科で友達になりましたね、なおちゃんに、なおちゃん、なおちゃんに電話つないでみました。撮るかな、うん、早いなおこ、おはようおはよう久しぶり、久々だね。ねえ、ミノだよ。ミノの声久々、嬉しい。ありがとう。起きてた？起きてたよ。起きてた。ありがとう。今、うん、FM 技能のスタジオからお電話してるんですけれども。はい。はい。今日はちなみに朝ごはんはもう食べました？朝ごはんは今日は、うんうん、軽く食べました。軽く。
軽くメニューは何でしょう。メニューは、キュウイとみかんとあとゴーヤージュース。おお、変化球スムージーと思った。そこバナナだろうってゴーヤージュース。これは手作り。いつもこの近所のおばちゃんとかおばあちゃんからゴーヤーもらうから、うん、家でジューサーで絞ってリンゴと。すげえ。苦くない？苦いけど慣れた。すごいね。もうなんかもうお姉様って感じ、ね、慣れたって言われたらもうすごい。多分みんなも慣れる。マジかよ挑戦する、うん、まあ今年1回はやってみようかな一回やってみて。夏だから奈々ちゃんのお家に行くよね。じゃあその時は、うん、じゃあ出してあげる。ありがとう。ナオはもう大学留大の時も海外に留学しに行ったし、うん、卒業して社会人も経験して、うん、今もまたね大学に戻ってるさ、うん、戻った、うん、これは何か夢があって戻ったのかな。そうだね、観光の道と保育の道で迷ってて、うん、やっぱり保育もやりたいなってなって、うん、ちょっと勉強をもう一回。素晴らしいですねこの保育士が不足している中不足してるから頑張らないといけないけど不安だねそうなの。でもすごいね、なんかもう切り替えがいいよね。気持ちいいよね。切り替えは早かったさすがだと思いますけど、でも一緒にこの勉強してる人っていうのは、うん、まあ同い年もいるかもしれないけどほとんどが多分年下じゃない、うんうん、ほとんどが6個下かな現役生が。あ、どんななんかこの雰囲気とか雰囲気はなんかもうちょっとしたジェネレーションギャップみたいな感じですし、でもみんな元気とっても面白いよ。ああ、そうなんだ。うん、でもなんか友達も増えるからすごいいいね。うん、もうなんか6個下と普段関わることないから、うんうん、そっか、面白い、いろいろいろんな話聞けて、今の高校生とかってこんななんだみたいなやばい、ちょっと気になるわマジでいいのも顔出したいな。みんなも顔出してぜひ。おい、出しちゃおうかね。いやすごいね、大学も出て、国立出てだよ、出て海外も留学も行って社会人もなったのにまた大学通って、もう履歴書かっこいいかっこいいわもう履歴書迷子さ履歴書迷子職歴いやいいね、頑張ってね。頑張る、ね、家も近いから本当に泊まりに来て、みんなのあの部屋余ってるから本当余ってるから泊まりに来て、みんな何個のうちも余ってるよ。あ、本当泊まりに来て。あら、うん、まだ動物もいらっしゃるかしら動物はね、今犬だけかな。あ、いいよ、行く行く行ってありがとう、じゃあまた連絡するから待ってて。はい、はい、ありがとうね、みんなも頑張ってね。ありがとう、なーちゃん頑張って。はい、ありがとう、頑張る。はい、バイバイ。バイバイ。ということで、もうね、なおこはもう尊敬できますよ。すごいと思いますよね。私ちょっと前に話を聞いて、私大学通うよまたみたいな、おー素晴らしいなと思いましたよ。私よりも華奢なんです、身長が低くて。なのにもこのパワーにあふれてすごい元気があるんですよね。あー、もう本当に久しぶりに会いたくなった。ということで、なおの朝ごはん今日すごかった ね、 ね、フルーツ 2,3 個行った後に最後にゴーヤージュースって、しかも手作りの絞りたて、あっさびような超健康的。ということで、こっちサビタンありがとう。すごーい、ゴーヤージュース、ジョン・メイヤー曲お送りしましょう。ジョン・メイヤー No Such Thing。あ、めっちゃ好き、このカントリー系。かっこいいでしょ。私カントリー好きなんですよ。これカントリーなんだ。カントリーっぽくないですか。
くよね、うん、さて、ミノリズム曲明け、はい、メール読めるかな。じゃあちょっと短くしよう。この子は動物をいっぱい飼ってたわけ。シナは。ウサギとかいたんですよ。あら、いいじゃないですか。やっぱりあれかね、世話したい人間なのかね。ああ、そうなんですかね。保護スタンダルでしょ、保育士さん。うん。いい感じでしたね。会いたいな。あ、2個か、じゃあ。私だけでいいです。なんでこれなんかレッツ的なことはいいです今のまでレッツ的な、いいね今のはレッツ的な感じでいこうか。じゃあいただけないですね。いただけないなおちゃん会いたい。ほらと部屋も余ってるっていうから泊まりにも行こうか。私だけで何そのもうなんか親しい感じで距離感ゼロみたいな。寂しい顔しないおっさんだからしょうがないなもうすぐでお子様夏休みじゃないですか。そうそうそう、なんか習わそうと思って。何空手かプールか。男の子ですか。うん、男と下が女の子だっけ。うん、空手いいですね。私のお兄ちゃんも空手習ってました。ねえ、なんかちょっと根性つき出したいな。うん、かっこいいと思います空手は。ねえ、ただその分俺もちょっと鍛えんときてんだ空手刺すんだったらね。あれはサッカーとかはフットサルは。サッカーまだ興味ないわけさ。へえ。野球やりたいって言ってて。あら。だけど俺がサッカーを見始めたら、まあやるんじゃないかなと思うけど、今サッカー見れる環境じゃないわけよ。え、中学校はこのまま上がったらどこの中学校になるか。三里中。三里。じゃあハンドさせましょう。ハンド強いの？今沖縄市強い。強いんですよね。ねえ、なんかただ球技には向いてない気がする。まあ分からんか、そうなんだ。まだ一人でこう黙々とやるのが好きだよ。へぇ、あ、じゃあ空手とか合ってるかもしれないですね。ね、あ、じゃあ、みんなリズム。はい。ということで、私ミノが観光についてお話ししますよ。I will talking about 何だろう。ミノリズム。ミノリズム。すいません。ということで、talking about ツーリズムスポット、オブ沖縄ということでですね、リトリップというサイトご存知でしょうか。リトリップというサイトに沖縄といえばここ。沖縄県で一度は訪れたいおすすめ観光スポット27選っていうのも見つけたんですよ。うん、でもこれ何をもとにランキング付けされたのか全くわからないサイトなんですけど、リトトリップリトトリップというサイトの名前なんですね。で、でもまあ、情報を得れるのはいいかなということで読み進めていきました。一応見やすくはなってますよ、このサイト。写真もあるし、沖縄の観光情報だけじゃなくてグルメだとか日本の、まあ、ピンポイント四国とか東北とかそういう選べるし、海外のってい う, こう選択肢いろんなこの選べるんですよね、うん、すごくいいサイトです。一度見てみてください。で、この、沖縄県で一度は訪れたいおすすめ観光スポット27選で数えてみたら27位中12項目の観光地に私は行ったことがあったんですよ。はあ、うん、でもまだ行ったところないところも もちろん多々ありまして、う
でその多くは離島だったんですよね、うん、まだ行ったところないっていうところが。でこう一応上位5位が離島だったんですよ。で気になる1位がケラマ諸島なんですけれども、ケラマ諸島ってめっちゃなまってたんだ今。ケラマ諸島はウッチーさんは行ったことありますか？もう何回もある。何回もある。あー、どんなですかケラマ諸島？なん、あ、好き。なんで何回も行くんですか？仕事。仕事。あ、そうなんだ。でも好きだよ。好きで行くことはあります？うん、うん、渡嘉敷島に、はい、渡嘉敷島にアハゴン、アハレンビーチに、アハレンビーチ、イチハネリっていうところがあるわけ。イチハネリ、あのちょっと先に無人島があって、うん、無人島、おお。アハレンビーチめっちゃ綺麗さ。アハレン、はいはい、有名ですね。そこより一段綺麗だ、うん、一段綺麗なところがある、うん、ある。へえ、すごい、本当に行ってみたいな。昨日すごい、私もちょっと調べて、うん、まあ、一応ケラマ諸島って那覇から1時間ぐらいで行けますかね。そう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 、船に乗って、うん、那覇の泊り漁港かな、うん、1時間で行けるということで、これテレビで紹介されるたんびに話題になるっていうことで、一度なんか世界不思議発見でも、そうなんだ、あの紹介されたっていう風に聞いたんですけれども、うん、でこのケラマブルーっていう風に呼ばれてるんですよね、海が、うん、もうマリンレジャー目的で訪れる観光客が多い多い、うん、もう10メートル先も見えるんじゃないかっていうぐらい透明っていう風に聞いたんですけど、綺麗ですか？ あれよくの、うん、トリップにも離れ島あって、うん、あ、そうなんだ。あとでもうちょっと詳しく見なきゃな。めっちゃ綺麗だよ。ああ、いいな、行きたい。私前もちょろっと話したかもしれないですけど、今年シュノーケルの道具買ったので、これは行かないとなと思いましたね。行って潜らないと、これケラマ諸島の海絶対行かないとダメだなと思いました。でもうすぐ夏休みですからね、皆さんも1時間で那覇から行けるんだったら、土日で休みでね、うん、時間があったらすぐ行けますよね、うん、ぜひぜひ計画してみてはいかがでしょうか。ミノリズムをお届けしました。次の展開用意してなかったな。いいなぁ、何回も行ったことあるんですね。ほほーってこれ AKB さんのリクエストで、うん、森高千里と私の夏、はい、前半だけ聞かそうかな、うん、で BGM にしてメール読みましょうね、はい。あ、もういいや、あとで。渡嘉敷行ったことないの？ないんですよ、私。マジで渡嘉敷ね、うん、もうびっくりする、本当に。この市離れってとこ行ってほしい。行きたいな。なんかこう、ガラスボートとかで行かせてくれるわけ、そこ、うん、アハレンビーチから。アハレンビーチもう着いたらしっかますぐらい綺麗でびっくりするんだけど、本当にそれよりも一段透明度がすごいわけ。超綺麗で、本当にびっくりした。行きたいな。やっぱ多いですか、マリンレジャーしてる人っていうのは。多い多い多いな。そういう貸し出しするところがもうその島には、うん、ある。島民が結構綺麗にしてる、綺麗を保ってるって聞いたんですけど。だから渡嘉敷とかそうだはず、うん、あの結局クジラとかにも近寄らせないとか、撮影でももう全然、うん、そういうのを守ってるからすごい綺麗だよ。どんな取り組みしてるのかちょっと気になりますね。ね、どんなやってんだろう。俺がでも言ってたのって本当に撮影で 4、5年前、もっとかな、5、6年前、うん、渡嘉敷の観光 PR 作ったわけよ。はい。その時にしょっちゅう行ってて、うーん、でも大好きになる。何か美味しい食べ物屋さんとかもあるんですか？ない。特になく食べ物屋はない。じゃあそういうグルメ、海だけ、海だけ、海だけ、うーん、海と人。住むところは、あ、宿とかはあるんですか？宿はある、民宿がある。あとホテルもあるよ、デジ城とホテル。あ、なんていうホテルですか？何だったかな、忘れた。めっちゃこの何今風なホテルがあって、
渡嘉敷にですか。渡嘉敷、そうそう、赤字マンもいいっすよね。赤字マンも好きっすよ。ザマミも好き。ホテルサンフラワー、サンフラワーかな、今風、うん、古いんじゃないそれ名前の。なんだろう、はい、行きましょうか。はい結構あるんだ。お送りしていたのは AKB ファンさんからのリクエスト、森高千里、私の夏です。 BGM で流しますか、うん、じゃあどんどんメッセージ紹介していこうかな。はい、はい、こちら紹介しましょう。ミーヌおはやう山ちんおいっす、エコザイルですか。そうですねこの挨拶はそうですね。自分は毎週水曜日の夜は緊張してるさ。なんでかって、フリムーンラジオのミキサーしてるから。そうなんですよね、エコザイルさんは夜の水曜日夜の、失礼しました、フリムーンラジオのこの音ね、触ってるんですよミキサー。なかなかにわちゃわちゃして騒がしい番組だからミキサーするの結構大変なのよね。だけどそれが好きさね。あと最近2回ほど人前で三振弾いた時かな、少しグダグダなったけど、20年ぶりに再開してまともに 1,2 週間しか練習しなかった割には良かったかな。と言ってもまだ 3,4 曲しか弾けんけどね。じゃあ後からやーって、ありがとうございます。すごーい、三振弾いたんだ。私も弾きたいなと思って、2年ぶりぐらいかな、 1,2 年ぶりぐらいに開いたら、ケース開けたらもう割れてた。とってもショック。本革だったんだよ私、こだわったんで私この本革ってものにこだわったのに、もうやっぱ使わないからこんなだよ。 D&D つけときなさいって言うじゃないですか、うん、手油ペタペタこう 手の油をつけるわけじゃないけど、やっぱりこう引いてないと、使ってないと物ってダメになりますよね、うん、革製品とか皆さん覚えがあると思うんですけど、ちょっとがっかりしたね、悲しくなりました、このちょっと割れたもの見たら。もう本当に心の底からごめんねと思いましたね。でもなんかやっぱりちょっと何か弾きたいから今ちょっとギター触ってます、うんうん、でもまあもう偽物の革でいいから、合皮でいい、もう人工皮でいいから、まず三振ちゃんと直したいなと思いました、うん、やっぱり弾きたいですよ私も。いいね、横添さん緊張しいだね毎週ね頑張ってください。楽しかったです、とってもフリムーンラジオありがとうございました。こちら先ほどリクエスト採用しました AKB ファンさんからですね。山内さん、ミーのモーニングエイト、お聞きのリスナーの皆さん、おはミーのクーラー つけすぎて寝冷えしてお腹痛いからテーマに行くわって、絶対こういう人多いよ最近はテーマ、最近緊張したこと。俺ですか、最近緊張したことないですね。うん、去年大好きな人に会えた時に緊張してくれですかね。また来週、また今週も緊張することあるっす。ほうほうほう。ここでテーマに合わせて謎かけ、夏の甲子園とかけまして蚊取り線香とっときます。その心は緊張の夏でしょう。以上だ。なるほど、山内さんがふうふうふうという表情ですね。うまいうまいですね。これ今週末はコザでリスナーさんの特番が4時間あるということで、そのことで緊張するってことかな。お、楽しんでくださいね。こちらも紹介しましょう。皆さんおはようございます、イミッチャおじさんです。今日のテーマ、最近緊張したこと。おじさんが最近緊張したことは仕事での話。いいよいいよ、仕事での話大好きだよ。おじさんは空港の貨物で働いていて、最近貨物コントローラーの資格を取ったばかりです。おめでとう。貨物コントローラーとは、飛行機に乗せる貨物を飛行機がバランスよく飛べるように計画する部署のコントロールをする仕事。あ、そうなんだ、そんなのがあるんだ。それで先日の日曜日から一人立ちをしました。毎日63便もの出発便、同じ数だけ到着もあります。それのトラブル発生時には対応しないといけないので、事務所でたくさんの画面を見ながら、無線を右手に電話を左手、
最近はめちゃめちゃ神経ピリピリで緊張しっぱなしでおじさんを励ないか心配な日々を送っていますよって。大変だね。こんなに大変なの？一人でこんなにやるの？二人とかじゃないの？すごい、めっちゃおじさん、もう本当に多くの観光客のために働いてますね、うん、もうリスペクトユー、本当にすごい大変な仕事ですけど、すごいやりがいのある仕事だと思います。頑張ってください。こちらも紹介しましょう。花月ではよく会ってますが、これ違うか、うん、誰のかな、読んじゃった、ちょっと、でも内緒にしとこう、閉じようね。こちら紹介しましょう。ラジオネームビンゴ、いい名前だね。最近緊張したことといえば、電話するときはいつも緊張しながら電話しているんだな。ほほ、俺が電話する理由は主に番組改編関係ばかりだけど、意外と気を使うんですよ、こういうことを聞くのは。あまり改変情報なんて落ちないけど、番組で発表する前に番組が終わることを知ってしまってっていうケースもありましたよ。お？さて、来月ギノワンシティ FM が開局するんだけど、ほう？2日の7時を予定しているそうだから、この番組が開局特番の最初の裏番組になるかもしれませんよ。トップバッターはプレッシャーがあると思うけど頑張るよって。皆さんはギノワンシティ FM の開局お知らせのチラシは持っていますか？また FM ギノワンの開局のお知らせのチラシってまだありますか？ない、もうない。もうないはず。もうないはず。ポスターはあるか。ポスターはある。あ、でもない。もうない。ない。ない。ないそうです。あるある。ある。どっち？もうウッチーさん、これ後で処理してください。ビンゴさんに返信してくださいね。メッセージありがとうございます。もう朝からみんなありがたいね、うん。こちらも紹介しましょう。私は願いが叶うなら、大橋、なんだろうこれ。巨船。巨船さん、大橋巨船、あの俳優の、あの司会の、司会の大橋巨船さんのようにオーストラリア、ニュージーランド、カナダを行ったり来たりする寒さ知らずの生活をしてみたいです。どれだけ金持ちにならないとできないのでしょうか。彼はがんと戦っていますが、いい人生を送っていましたよ。みのちゃんは外国で生活してみたいですか。ラジオネーム奈良の国江さん、ありがとうございます。あー、海外生活ね。私は一応どこでも生きていけるタイプだと思うんですよ。でも沖縄にいたいではある、うん、でも私の前も言ったけど、彼が香港に住んでいた時期が長くて、まあちょっと前に香港行った時に永住民が取れるよって話を聞いたんですよ、私の彼が。でも結婚前提に付き合っているので、うん、もし結婚した場合は私もその権利が得られると。うん、いいじゃん。そう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 。で、香港の永住民が取れたら、なんとフランスにも行けるし、ってことなんですよ。ということで皆さん、また来週さよなら。紹介できなかったな。はい。もう追加してごめんなさい、してください。ごめんね。長野ドットノムさん、そしてアナコンダさん、アナコンダさん、なんだかんだでアナコンダさん。ごめんね、長野ドットコムさんと、なんだかんだでアナコンダさん。すごいセミの鳴き声だな。はい、お疲れ様。楽しかったね。楽しかったです。私昨日、うん、ツイッターで、うん、誰かが、うん、なんかこのグループすごいっていうグループを、うん、アーティストさんを上げてたんですよ、うん、で、それが X ファクターっていうオーディション番組の、うん、そのオーディション番組に出た人たちで、うん、イギリスでやってるオーディションなのに、うん、私は絶対出たいっ